世話になります、下津良です。よろしくお願いします。やっていきましょう。今日の動画、皆さん iPhone ケース、スマホケース使ってますでしょうか。こちら iFace というスマートフォンケース、 iPhone ケースになるんですけれども、僕このケースがとても気に入ってまして、ずっと使ってるんですが、見てください。ずっと使いすぎたせいで、もう後ろの文字も消え、すべて消え、ただただ汚いみたいな、ただただ汚いように見えるんですけど、僕には汚くは見えません。これは白いキャンバスだ、そう思った。僕は何かここに書きたいと思ったんですね。で、何を書こうかなって悩んでたんですよ。何書こうかなと思ってたら、わかった、 iFace MyFace iFace MyFace Oh MyFaceということで、ここに自分の顔を描いていきたいと思います。そして iFace を MyFace にしてやろうと思います。ちゃんと油性ペンも3種類、太いの、中くらいの、細いの買ってきました。もうバッチリ描いていこうと思います。ではスタート。はい、では早速描いていきたいと思います。私最近 iPhone8 Plus に機種変更いたしまして、こっちの画像を見ながらこれに描いていきたいと思います。顔うざっ。では早速描いていきましょう。どっから行ったら、メガネから行こうかな。緊張する、めっちゃ緊張する。え、意外と細い、意外と細い、あ、意外と細いな、これ嘘だろ。よし、この辺か。あ、ちょっと細い。ちゃんとほら、油性ですからね、油性ですよ。こんなメガネじゃなくない、そもそも、もはや。なんで俺自分の iPhone ケースに自分の顔描いてんだろうな。では一応完成したのでお見せします。5、4、3、2、1、ディリ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 。